先手を取られるところだった。今のこいつの動き、フラッシュバック、やってやる。スティーン、なんだこれ。おお、当たりも当たり、大当たりだ。 End of flashback。 あの金書の場面と同じ。ちなみにアメリは人間界の文字は読めない、絵柄だけでドキドキしているのである。やはり危険、一切の動きも見逃せん。やっぱり怒ってるんだ。カズマです。私が生徒会長なのは知っているものだとばかり。私が生徒会長だと知って怖がらせただろうか。すみません、ちょっと手が離せなくて今日は行けなくなってしまいました。やっぱり怖がってる。生徒会長として礼を言う。大変だったな、イルマ。はい。それはともかく、今日はとことん朗読してもらうからな。はい。貴様やはり、特に桜の木の下で告白するシーンが良くて、リンちゃんとカケル君の距離がぐっと近づくというか。貴様、その本が読めるのか。もちろん。でもなんでこんなとこに初恋メモリーがあるんです。だってここ魔界。ここ魔界だ。いや、今のは、その…イルマ君と知り合いなのか。彼は学内でも有名ですから。入学当時から多くの功績を残していますし、バトラパーティーでも見事な披露をしてくれました。イルマは…イルマはとても優秀な悪魔ですよ。今日はもう遅い。私も眠い。こんなに眠いとうっかり本をここに置き忘れてしまうかもしれないな。まあそうしたら明日の夕刻にでも取りに来るかな。ありがとうございます、アメリさん。だからうっかりだと言ってるだろう。それでもありがとうございます。どうやらこの女はこの男に惚れているようだが、ぶつかっただけで惚れさせるとは。これが人間のチャームの力なのか。でも、生徒会もバトラだからな。新人を募集している。前回の昇級試験は見事であった。伸びしろがあると判断したのだ。もっと頻繁に会って読書をしたいとかでは断じてないぞ。光栄です。いつでも見学に来るがよい。誘えた。やはりイルマは来なかった。入れ。遅くなってすみません。イルマ何の用だ。もう見学の時間は終わったぞ。そうですよね、すみません。まったくしょうがないやつだな。マチャでも入れるから座っている。ありがとうございます。そういえば読んでもらった初恋メモリーにも呼び出す場面があったな。カケル君へ、放課後体育館の裏で待っています。リン。イルマ君へ、放課後談話室で待ってます。アメリ。よくわからんが、すごく恥ずかしい。花火の音でセリフが聞こえない演出も見事。はい、いいですよねこのシーン。では早速。さあ始めるか。いつの間に。またこの巻を朗読するのだろう。
仕方のないやつめ。いえ、今日はその本を貸してもらえないかなと。それは我が家系に代々伝わりし秘蔵の品にして人間界の事象を記した禁書。よし、お前が私のことを好いてくれるのは別に嫌じゃない。今はまだよくわからないけれど、これからゆっくりお前のことを考えていこうと思う。お前何言ってんの？え？お前のことが好きだなんて一言も言った覚えはないぞ。顔と体は結構好みだから後腐れなく一発やらせろって言ってんだよ。言わせんな、恥ずかしい。はっ！イルマよ、何かその秘密、いや悩みなどないか？ストレスが溜まっているとか。悩みですか？特にないですね。そうかならいいが、何かあったらいつでも遠慮なく相談しろ。はい、ありがとうございます。ここが生徒会室。これ初恋メモリーの。ああ、見学者を歓迎するためにな。どう思う？すごくいいと思います。そうか、ランクを上げるのが学生の本分だ。ひとまずベトになることを目標にしてみてはどうだ？ランクを…何やつ！話は聞かれてなかったようだな。落ち着け、落ち着くのだ私。なすべきことをしなければ、魔界に人間がいるなどと知れたら大騒ぎになる。魔官所警備長の父に連絡して然るべき機関へ移送する。生徒会長として学園の秩序を乱す目は摘み取り燃やす。なんだこの動機は。大丈夫ですか？いや気にしなくていい。それよりも早く続きを。あれはどうかしたんですか？いやイルマ、アメリさん。本当にお前はいつも私の想像を超えていくな。見事な花火だったぞイルマ。しかし打ち上げるなら時間を置いておけ。一緒に見ると言ったではないか。言ってはおじいちゃんから無数に。私の番号を登録しておいた。呼び出したらすぐに来い。え？誰にも喋らず一人で来い。いいな？はい。では。あの、僕、イルマって言います。名前を。アメリだ。本当のことを言いたくても言えないカケルの気持ち。なんと切ない。はい。ライバルのサヨのセリフもまたいい。誰にだって秘密はあるのよ、とな。誰にだって秘密は？あのイルミとかいうアクドル、実にイルマに似ていた。親戚か？おい貴様。すみません。お助け。ありがとうございます。いや、一時はどうなることかと思いました。一瞬で場が収まった。さすが生徒会長は風格が違います。イルマ様は彼女と仲がよろしいんですよね。朗読してくれ。朗読って初恋メモリーを？そうだ。そっか、悪魔は人間の文字が読めないのか。でもこれを僕が読んだら人間だってバレちゃうんじゃ。これは確認だ。こいつが人間だという確認。断じて本の内容が気になるからではない。しかし珍しいな、お前がそこまで評価するとは。まあ
彼とはよく二人で話すと言いますか。二人で？はい、放課後一緒に談話室でお茶をして。お茶お茶お茶。僕が入ったバトラの先輩も野望のためにすごく頑張ってて。他のバトラに入団しただと？生徒会に入ると言ったではないか。へえ、いや、それは言ってないような。いい、言ったも同然だ。説明しろ、イルマ。この後、アメリへの釈明に2時間かかったイルマであった。大丈夫？大丈夫？大丈夫？大丈夫ですか？怪我はないですか？アメリさん、お菓子もらっていいですか？ああ、遠慮しないで食べるがいい。ドッキー！ドッキー！ドッキー！美味しいです。なぜこうもドキドキするのだ？チャームの力は使われてないはずなのに。二人で密室で何の話を？漫画は禁書！あれを読んでいるとは言えない。二人で何を？お、主に恋愛についての話を。生徒会長としてもっと慎重にならねば。決断するのはまだ早い。せめて初恋メモリーを読み終えるまでは。見本なしでも花火を作れるといいけど。作るのか？花火を？あの夜空に咲く花を？はい、バトラパーティーで打ち上げようかと。花火が見られる。初恋メモリーを参考にした飾り付け、イルマは気に入ってくれるだろうか。けっかくみ。あの、大丈夫ですか？気にするな。はあ、待ったか？いいえ、今来たとこです。そうか、ちょうどよかったです。今日もよろしく頼む。お父様、大丈夫ですか？貴様にお父さんと呼ばれる筋合いはない。もうそんなこと。ない。え、夢失礼。じゃあな、イルマ。では、今日はこれで。イルマ。はい。もしランクを上げるつもりがあるのなら、私に並ぶのを待っているぞ、イルマ。こいつが、スカイマ召喚では悪魔を召喚し、ランクは全て測定不可能。魔界にはない気を出現させ、そして、ぶつかって私を惚れさせようとしている。Fine. I guess you are my little pog champ.Come here. お父様、こちらにいらしてたんですか？アメリって、お父様。では、こないだの続きで5巻から始めますね。うむ。アメリさん、ん？アメリさんは将来の夢とかあるんですか？夢？私の？卒業したら父の仕事を手伝うが、それまでになすべきことは決めてある。すごい。まあ、ケーキ屋さんとかお花屋さんとやらにも興味はあるが。お前こそ野望はないのか？
これは父から預かった重要な秘伝書。おいそれと貸していい代物ではないのだ。そうですよね。すみません、無理言って。いや、ダメだ、ほだされては。はあ、もちろん、将来についても語ってます。大丈夫？怪我はない？ドクン。珍しいな、お前の方から呼び出しとは。急にお呼びしてすみません。別に構わん。で、持ってくるのはこれでよかったか？はい、ありがとうございます。